インタビューよろしいでしょうか。インタビュー、はい、もうみんな俺に飽きてっから若いやつ撮ってやって撮る俺を、はい、OK いいわ、じゃあ入って。失礼します。え、地区黒なのに何こんなインタビューするの。そうです、やっぱり今、ね、競技も熱いですし。慎太郎さん、それ何食べられてるんですか。これ、あ、ちょうどよかったよ、これね。はい、これですか。うん、阪神タイガースイカ天&海苔天もらったんですか。これ競輪ファンの僕のことを応援してくれてる人が送ってくれた、はい、おお。これワインだね、これね。はい、ほら、おお、去年、うん、優勝した時の。すごくね。すごいです。これ普通の人ね、これ手に入んないと思うよ。じゃあなんかね、はい、多分あの球団に知り合いがいるんだと思う。はい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 、で佐藤慎太郎は G1 取れるようにっていう、そういう祈願を込めて俺に送って、今選手会に送ってくれて、はい、あ、受け取ったんですよ、選手会から。今受け取りました。受け取りました、ありがとうございます。これを、美味しいです。お前食べて、食べてみて。ありがとうございます、うん、だから俺カメラ持っとくから。いやいやいや、それだ。なんでそっち映しちゃうから。映らついてた。これ楽しみだな。開けるんですか、帰ったら。いや、でも佐藤慎太郎 G1 をと記念祈願っていう手紙入ってたから、うん、G1 取ったら飲もうか。そうですね、次の新納杯、友人新納杯で。去年は準優勝でしたけど。そうだよね、そうだね。じゃあこれを眺めながら G1 の優勝を目指して、はい、頑張りますよ。このイカ天だけ食うよ、とりあえず2つありますからね、今これ。いや、いっぱいあって、はい、今みんなに配ったの。あ、そうなんですか、うん、なるほど。そう、で、何喋るんですか、これ。チクプロ、慎太郎さんは競輪ですよね。チクプロ競輪、あの自転車っていうのは普段乗ったりするんですか。まあちょっとパワー系のトレーニングするときに乗ったりとか、うん、でもほとんど使わないね。じゃあ、今日は乗りました、バンクは。うまく乗りました。やっぱ合わない。合わないですか。合わないっていうか、そのカーボンの硬さがやっぱりいつも乗ってるフレームの硬さよりも数倍硬いんで、うん、その自分の踏み込むタイミングだったりとかっていうのはまだこうなんていうか体にマッチしてないね。あれ乗りこなすためにはやっぱりナショナルチームぐらいしっかり練習して、あの自分のものにしなくちゃいけないのかなと思います。これ出しとくか、せっかく取ってるからこれは普段飲む。あ、そう、これ今日夜の夜食。プロテイン。プロテイン。これストロベリー味、美味しいよ。緑なのにストロベリーなんです。本当。これはまあこのパッケージで緑です。まあプロテインとビタミン剤だけあれば生きていけるから俺は。普通に飯食わなくても。ラーメンはいいんですか。ラーメンはね、美味しいよね。まあでもラーメンは食わなくても生きていける。なるほど。うん、やっぱり体のことを思うんであればプロテインと、うーん、さつまいも、あとビタミン剤さつまいも、さつまいも、じゃがいもとかじゃなくてさつまいもがいい。まあさつまいもが好きですね俺は。あ、まあ、じゃがいももいいと思うけど、うん、はい。そう、チクプロやっぱ普通の改正とはやっぱ雰囲気全然違うじゃないですか。そうですよね。まあ、あんまりピリッとしてないのもあると思います。まあ、車検も売ってないですし、うん、いつものこう仲間うちの大会ですから、そのまあ、ガチンコではあるんだけど、いろんな権利がかかってますから、うん、そうなんだけど、やっぱ力の差がこうあるからね、はい、まあ、俺らなんかがどんなに頑張っても自力選手に勝てない、ラインがないわけですから、はい、ラインがないんで、やっぱ手の戦いになるんで勝てないかなみたいなのが心の中にあって、逆に自力選手はどうせ勝てるよねっていう気持ちもあって、うん、和やかな雰囲気になってますはい、なるほど。まあ、ちょっとしたこう地区対抗運動会みたいな、県対抗の運動会みたいな感じだよね。だからね、この後も麻雀やろうかなっていう話になってるけど、はい、まあちょっとタイミング次第だねちょっと12時とかになると遅くなる。ああ、まあまあ明日はちょっと早いですもんね。うん、だからもうさっさと寝て明日に備えた方がいいかなとかも思いつつ考えてます。ちょっと待って、走ってるよ翔太。一旦これ止めて。うん、いや止めなくていいんじゃない、俺が実況するよ最近強いからね翔太ね。そうですね、練習してるんだね多分ね、話聞いたら。
4番車。うん。一着じゃねこれ。福永選手、昨日も強かったんで、まくって押し切っちゃうかな。まあ悪くても2着か。はい。行かない。おぉ。これちょっと間に合う？間に合わないんじゃね？大丈夫？これは間に合わない。きつい。まあ内踏むしかない。しかも押し切る。ダメだ。押し切るんじゃないですか。強い。お、村田選手。村田も強いもんな、最近ね。だからやっぱ三谷翔太ずっと調子いいけど、やっぱ展開もある程度噛み合わないと調子だけではどうにもならない時もあるよ ね、まあ、よね。難しいとこだよね、これがね、競輪の、まあ、3-3でここだとやっぱちょっと厳しいですもんね。そうだね。富山は走ったのはあの全プロ時ぐらいですか。あ、そうですね、去年の、うん、あれ富山記念は今年走ってないもんね、はい、去年ですね。富山も本当にね、あのお客さん熱いからね。そうですよね。ずっとあの昔からずっともう20年以上応援してくれてる人もいるし、最初はすごく佐藤慎太郎めちゃくちゃヤジをくれてた人もいたんだけど、はい、いつの間にか俺を応援してくれるようになってたりとかね、ありがたいですね本当に。やっぱり走りでそこは。まあこうね、だんだんこう競輪を深く知っていって走りを認めてくれたりとかね、そういうパターンもあるし。逆にその逆もあるからね。はい、はい、うん、なんだこんなもんの走りしかできねえのかなんていうふうに思われると、どんどんファンの人は離れていっちゃうと思うから、はい、その辺はしっかり気を引き締めながらね、ずっとキープしていければいいかなと思います。普段、ちなみに話全く変わるけど、普段の宿舎には酒とか持ち込めないんで、ね、そうですよね、うん、今回は地区風呂だからってことですよ。普段の競輪はここの台の上にこのワインがダンと置かれるようなことはありませんので。そうですよね、うん、それで言うと携帯もそうですもんね。あ、そうです。携帯なんか持ち込めないからね、はい、こっちのこの宿舎までは来れないから、こういうものは。そういう意味では過ごし方もちょっと違ったりするんですか。だからその自分の寝るところのベッドで、うん、スマホをこういじったりとかしてるのがすごく不思議な感覚に なるよね。森さんさんとかがさっき話聞いたら、まあ触るじゃないですか携帯、そしたらあれやばって思うらしいんですよ。そうそう。やっぱり普段から普段の競輪の開催中はスマホの預け忘れとか絶対許されないから、うん、そういう風な預け忘れちゃった夢とか見んのよ。ああやべえ預けってなかったっけみたいな。だから本当にその辺は選手はみんなすごくなんていうか気をつけてますよね、うんうん、気をつけてるというかやっぱりその意識は高いですよ。そういう風なしっかりしようっていうところでね。じゃあまあ麻雀はできなくても麻雀見ることはできるってことですもんね。そうすると今日は。そうですね。あ、今日？今日とか。あ、見れる見れる。あ、M リーグね。M リーグ。あのね、2連勝すごかったね。最初ね。開幕。ああ、ファイトクラブ。ファイトクラブ。うん。やっぱね、強いね、ひさちゃんね。さすがですね。滝沢さんもこの間トップ取りましたし、ね。あ、タッキーもね。タッキーも、かっこいいよね。かっこいいです。あのこのなんていうの仕草がさ、はい、ハイさばきとか、ね、ハイさばきかっこいい、はい、いやひさちゃんもかっこいいよね。うん、うん、俺もちょっとああいうふうにかっこよくやりたいなと思って。バチッとバチッとスッてやりたいよね。スッてやりたいね。それからもう瀬戸熊さんみたくバシッとやっちゃう。気合い入れ入って。そうですね。うん、なんかレースもそういうのありますよね。やっぱりなんか慎太郎さんがどちらかというとなんかパチッと止めるような感じじゃないですか。なんかうん、でも気合、そうそう、気合の入ったブロックする選手もやっぱいるわけじゃないですか。うん、いやその辺はなんかまあ俺が言うと変な感じになっちゃうかもしれないけど、はい、大きい動きじゃなくて、うん、さりげない動きで仕事できるのが一番スマートだと思うんですよ、うん、はい、ガーンってやればそれは止まるんだけど、はい、そこまで行かなくてもバシッと止まるんならそれでいいんじゃないかなと、うん、もちろんバーンってやらなくちゃ止まらないときは必要なんだけど、うん、いやそんなにいらないじゃんっていうところでそれを やらなくても、うん、だドラ切るときにバーンって切ってくれる人いるじゃん。はい、なんだって、あドラだったんだとか、はい、あそれ危険パイって思ってるんだとかって周りに気づかされちゃ、はい、ね、バレちゃうじゃないですか、はい、だからドラであろうと自分にとって重要なパイだったであろうとさっと同じく切れたらいいと思うんですけど、うん、どうですか。間違いないです。ですよね、はい、だからどの牌を切るときも同じトーンで切っていければいいと思うんですよ。間違いないです。やっぱりそれがね、あの2人はね、うん、特に
スタッフさんも手伝わさんね、すごいんですよね、そこがね、はい、うん、よし、じゃあ俺ももう顔ももう無表情で、はい、スッとスッと、うん、そういえばバンク行かれました、長くね、ちょっと大丈夫か、全然大丈夫です、全然大丈夫ですっていうか、慎太郎さんが大丈夫なら大丈夫、いや俺は大丈夫だけど飽きちゃうんだよ、見る人が、ああ、うん、はい、なかなかないですか、あバンク行かれました、あの、うん、最近ですよ、バンクって言った、どこに、お客さん入られてたんですよ、あ今日、はい、あ行ってない、全然日程の 1000m 見に行こうかなと思って、ああじゃあもう最後の方ってことですか、そうですね、今はスプリントと、あ日程のハロー、みんな忘れたよ、これやってたら、はい、4時スタートだったじゃん、4時スタートです、なんだよなかなか新田の本気の走りね、外から見ることないからね、この競技のさ、中石選手とかも走られますよね、そういう見たら、あの普通はグレードレスかじゃないから S 級の選手としか合わないじゃないですか、慎太郎さんだと、はい、でもこういうところだったら、まあ、A 級の選手とも会ったりすると思うんですけど、あそうですね、あの初めて会う若い選手とかもね、みんな自己紹介してくれて、本当出てきて、若い選手出てきてるなっていうふうに思うんで、なんかね、その後ろしっかりこう走れるようにしたいなっていうふうに思いますね、このチクプロ来るとね、そうですね、うん、あとはみんな麻雀覚えてくれればいいなと思いますけど、まあ、チクプロとかね、はい、あのチクプロほぼ北日本はもう麻雀やるんで、はい、さっき菅さんもその話してて、うん、まあ、やる人多いしみたいな感じで言ってる、うん、どうなるかっていうところだよね、はい、まあまあそれも楽しみの一つであるんでね、まあ酒飲む人もいるし、あ、はい、あの飲みに行く人もいるし、うん、酒飲むか麻雀やるかあと何もしないかみたいな、うん、こうバッとみんなそれぞれねやりたいようにやりますよね、チクプロはね楽しいですよ、はい、じゃあ明日バチッと3着以内に入る、うん、そうですね、まあお客さんも入るだろうから、はい、ちょっとあのいつもと違った走りできればいいかなと思います、じゃあ明日頑張ってください、取りまくり気のせいだよ。